はい、健康生活チャンネルの海老原貴弘です。今回はですね、むしろ痩せるし綺麗になる炭水化物5選をお伝えしたいと思います。で、あなたは痩せるために、そして綺麗になるために炭水化物をできるだけ控えるという食生活をしてはいないでしょうか。確かに炭水化物は摂り方を間違えると太ってしまうものなんですが、摂りすぎなくても逆に太ってしまうという理由があるんですね。ですから正しい炭水化物を選ぶ必要があるんです。そこで今回は、摂ることでむしろ痩せるし綺麗にもなるという、そして健康にもなるという炭水化物を5つご紹介しますので、今炭水化物を控えている方とか、白い炭水化物を食べてね太ってしまっている方、ダイエットをしたい方はぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは、健康美容、ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしますので、お見逃しのないぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします。ということで、むしろ痩せるし綺麗になる炭水化物5選をお伝えしたいと思います。で、健康のために、綺麗になるために、痩せるために、太らないために、炭水化物の摂り方は非常に重要となってくるんですね。特に健康面では、白い炭水化物である白いご飯とかね、食パンとか菓子パンなどの白いパンですね、あるいはうどんとかラーメン、パスタ、そうめんなどの白い小麦粉を使った麺類などを摂り続けることで大きなリスクになってしまうことが分かっていますし、もうこれは研究の結果からね分かっているんですよ。こういった白い炭水化物は健康的な被害がものすごくですね、寿命を縮めちゃうということが分かってるんですよね。ですし、もちろん太ってしまいますし、糖質の急速な摂りすぎによって血糖値が上がり、糖化という反応が起こることで肌や髪の劣化が起きて老けてしまったりだとか、動脈硬化が進んでしまって体の中の老化が進んでしまうということが分かっているんですね。ですから、太らないために、美容のために、そして健康のために炭水化物を摂らない、あるいは極端に制限するという選択をする方が今多いんですよ。例えばその糖質制限ダイエットであるとかね、その牛肉ばっかり食べるようなダイエット方法をする方が多いんですよね。ですが、炭水化物を極端に控えてしまうと、三大栄養素である糖質が足らない状態になりますので、体はエネルギー不足の状態になっちゃうんですよね。で、そうすると体のタンパク質を奪ってエネルギー源にしてしまいますので、筋肉が失われてしまったりだとか、骨が脆くなったり、内臓が弱ってしまうという重大な健康被害につながってしまうんです。ですから、炭水化物を極端に控えるというのはもう今すぐにやめていただきたいんですよね。じゃあどうすればいいのかというと、今回ご紹介する炭水化物なんです。で、今回ご紹介する炭水化物は、糖質の吸収が穏やかなため血糖値を上げにくくて、そのために太りにくかったり、糖化の反応を抑える、そして老化を抑えてくれるという効果が期待できますし、体にいい成分を取ることができますので、さらに健康的にも美容的にもプラスになるという炭水化物なのに、摂ることで痩せて綺麗になれるという素晴らしい効果があるものなんですね。ですから、ぜひご覧になっていただいて、今日からこの炭水化物に変えていただきたいと思います。ということで、むしろ痩せるし綺麗になる炭水化物をお伝えしようと思いますが、まず1つ目ですね。1つ目は玄米とぶずき米です。で、玄米というのはお米からね、その殻を取っただけの状態で精米をしていない状態、茶色いお米になります。で、そしてぶずき米というのは少し精米をしていますが、まあ、白米までになっていないような状態、真っ白くにはなっていないような状態にまで精米を進めている、まあ、玄米と白米の中間になるお米なんですね。で、やはり日本人はね、このお米の方が合っていますので、まずはこれというか、まあ、最もおすすめなのはこの、お米なんですよね。玄米とかぶずき米に変えていただくのが一番おすすめなんですね。で、もし今ね、毎日ご飯を食べているという方であれば、この白米をですね、玄米とかぶずき米に変えていただくだけで、食物繊維やビタミンとかミネラルを豊富に取ることができますので、食物繊維によって糖質の吸収が抑えられて、そしてビタミンやミネラルによって美容面とか健康面を強化することができます。で、なんといってもですね、お手軽なのがいいんですよね。で、例えばその食事をね、良くしようと、栄養面を強化しようと思って何かをその買ってきてね、何かを足すっていうのをよくする方が多いんですけども、まあ、ちょっと面倒くさかったりだとかね、その五穀米のね、なんかその雑穀米の素を買ってきて入れるっていうのも、まあなかなか面倒くさいですし、あるいはその他のね、何かを入れるとか、まあそれもお金がかかるし、やっぱりその手間がかかるじゃないですか。でも今回のこの玄米とかぶずき米であれば、これが最もお手軽かつ効率的ないい炭水化物なんですよ。まあ、その白米をね、買うところを、その飼ってる方はね、玄米とかぶずき米に変えていただくだけですし、もしもそのお米をね、取っていて、それを精米している方であれば、その白米まで精米せずにですね、玄米とかぶずき米の状態にすればいいだけですので、もうそしたらもうあとは毎日お米炊くだけですからね、とても楽なんですよ。
で、またご飯はですね、基本的に無添加なんですよね。その食品添加物を使わないじゃないですか。まあこれがパンとかね、他のものになると食品添加物をどうしても使ってしまいますので、その点このご飯というのは無添加ですから、まあ余計な添加物を取る危険性でもないですし、お料理の方法であるとか、おかずにね、悩むことってまあなかなか少ないんじゃないかなというふうに思うんですよ。パンに合うおかずって言われてもですね、まあなかなか思いつかないじゃないですか。それは私たち日本人がパンに慣れていないからなんですよね。でも、ご飯に合うおかずといえばね、もう結構いろいろ出てきますよね。まあ、唐揚げであるとか、まあ、ハンバーグであるとか、あとはその和食でもね、お味噌汁であるとか、その煮物とかね、煮込み料理とか、まあまあいろいろありますけれども、まあおかずってね、その思い浮かばないということないですよね。でもパンに合うおかずって言われたらね、パンに合うおかず？なんだろう、ウインナーと目玉焼きみたいな、そんな状態ですよね。なかなか私たちの習慣がないですから、そのやっぱりご飯の方が合ってるんですよ。まあ、ですからこの玄米とかぶずき米を私は最もお勧めしている炭水化物になります。で、玄米とね、そのぶずき米をね、じゃあどちらにしたらいいのかっていうふうに悩む方はですね、私はぶずき米の方をお勧めしています。で、その理由についてね、話すとまあ長くなってしまうんですが、それはですね、別の動画で詳しくお伝えしていますので、あとでそちらの動画もね、下の説明欄からご覧になってください。そして、むしろ痩せるし綺麗になる炭水化物の2つ目ですね、2つ目はお蕎麦です。やはり麺類もですね、食べたい方は多いかと思いますが、うどんとかラーメンとかパスタとかそうめんなどは、まあ、精製された小麦粉を使っていますので、これは控えた方がいいんですね。ですが、お蕎麦であれば食物繊維が豊富に含まれていますので、糖質の吸収は穏やかですし、タンパク質が豊富ですし、他にもビタミン B 群であるとか、ポリフェノールの一種で抗酸化作用もあるルチンであるとか、肝機能をサポートしてくれるコリンなども多く含まれていますので、ぜひ摂っていただきたい炭水化物になるんですね。まあ、ただね、この市販されているお蕎麦というのは、あるいはその外食のお店で出されるそのお蕎麦というのは 100% 蕎麦粉で作られていなくてですね、2割が小麦粉の二八蕎麦であるとか、3割が小麦粉を使われている三七蕎麦というものもあります。だから 100% 必ずその蕎麦粉を使っているというわけじゃないんですよね、そのお店で出されるのは。まあ、大体その喉越しであるとか食べやすさを重視して小麦粉は使われているのが、まあ、それが普通なんですよ。だからちゃんと10割ですね、その蕎麦粉を使っているものであれば10割蕎麦というふうに書いてるはずですので、ちゃんとそういうお店を選んでもらった方がいいですね。あるいはまあその蕎麦粉の割合の方が多いものがいいですよね。これがひどい店になるとですね、あるいはそのひどい商品になると、2割がね蕎麦粉で、残りの8割がその小麦粉というふうにですね、ほぼうどんのようなお蕎麦もあります。ですからお蕎麦といってもね、その結構注意が必要なんですよ。まあ、特にそのお蕎麦でもね、今まで食べたことある方いらっしゃると思うんですが、かなり白っぽいお蕎麦って食べたことありますよね。このお蕎麦なんか全然灰色というか茶色じゃなくて、めちゃくちゃ白いんだけどみたいなのがありますよね。あれがその小麦粉の方が多いお蕎麦なんですよ。ほぼうどんのお蕎麦なんですよね。ですから、それだとね、その、わざわざそのお蕎麦を食べる意味がないですので、まあ、どれぐらいの割合なのかはね、その事前に確認していただきたいと思います。で、お店だったら、この蕎麦粉の割合に、その、このお蕎麦の蕎麦粉の割合ってどれぐらいですかって聞いてみたりするのもいいでしょうし、まあ、書いてるところも結構多いですしね。で、あるいはその市販のものであったらですね、なかなか割合っていうのは書いてないんですが、そのパッケージの裏に原材料が見てあるんで、そこを見てもらいたいんですね。で、そうすると、原材料って多い順に書いてるんですよ。ですから、蕎麦粉が10割使われているんであれば、必ず蕎麦粉だけが載ってますし、もしくは蕎麦粉の方が多いんであれば、蕎麦粉の方が原材料欄の最初に出てくるんですよね。でもこれが原材料欄に小麦粉から始まっているんであれば、もうそれはほぼうどんですから、そういった商品は選ばない方がいいですね。ですからお蕎麦はいいんですが、この選び方は重要ですので、そこだけ要注意ですね。そしてむしろ痩せるし綺麗になる炭水化物の3つ目は、全粒粉やライ麦のパンです。で、パンが大好きという方は多いと思いますが、普通ですね、パンは精製された白い小麦粉から作られているんですね。で、例えばその食パンはですね、周りが耳の部分がね、焦げているので茶色をしていますよね。ですが中はね、綺麗な白色をしていますよね。でもそれはほとんどのパンがね、そうだと思います。大体のパンというのは外側が茶色で、中を割ってみると白いですよね。ですがこのようなその白いパン、中身が白いパンというのはほぼ糖質の塊ですので、これは控えるべき炭水化物なんです。ですので小麦粉を取るんであれば、未精製のもの、つまり全粒粉のものを選んでください。
またライ麦で作られたものも食物繊維が豊富でビタミン B 群であるとかミネラルも含まれていますので、こちらもおすすめですね。まあ、ただしそのパンはですね、そのいくら全粒粉を使っているとかライ麦を使っているとしてもですね、お砂糖を加えるほど柔らかくなるものなんですよ。ですから柔らかいパンとかはね、ものすごくお砂糖が入ってるんですよね。だから例えばその全粒粉でもライ麦のパンでも柔らかいパンはですね、結構お砂糖を使っている可能性がありますので、この糖質量には注意してください。でまた食品添加物を多くなりがちですので、パンってどうしても作る時点でね、その食品添加物を使ってしまいますので、袋にですねパッケージされたその市販のパンってありますよね。スーパーとかコンビニであるとかに並んでいるあのパンです。ああいうパンはその食品添加物をべったり使っている可能性が多いですので、まあ、それよりかはですねパン屋さんで売っているパンを選んでいただいた方がいいと思います。ただね、その先日、こういったそのパン屋さんのパンを選んでくださいというふうに話したらですね、市販のパン屋さんも今、この世界的なね、感染症が流行ってる時期で、その舞い上がったホコリでね、ウイルスがついてるんじゃないのみたいな、コメントもいただいたんですよ。あ、確かになというふうに思ったんですが、最近のパン屋さんってね、その袋詰めして売ってるところもあるんですよ。だからそういったパン屋さんを探していただければいいかなというふうに思います。そして、むしろ痩せるし、綺麗になる炭水化物の4つ目は、芋類です。で、芋類は、例えばですね、じゃがいもであるとか、さつまいもとか、里芋とか、長芋などがあります。で、実はですね、芋類には食物繊維がとても豊富ですので、糖質の吸収が穏やかな、とてもいい炭水化物なんですね。で、さらに、そのじゃがいもやさつまいもにはですね、ビタミン C が豊富で、で、普通ビタミン C っていうのは、加熱されることで壊れてしまうんですよね。だから、果物のビタミン C とかは加熱ができないんですよ。その取るためにはね、加熱したらいけないんですよね。ですが、芋類のビタミン C はでんぷんによって守られていますので、加熱をされても壊れないというすごい特徴があるんですね。これビタミン C にとってはすごい、本当にすごいことなんですよ。ですからその食物繊維とビタミン C が取れるという、綺麗になりたい女性にはとても嬉しいものなんですね。でまた里芋はですね、芋類の中でも食物繊維が特に豊富ですし、山芋は生で取ることができますので、これは生の酵素を取れることができて消化を助けるという効果もあります。ですので芋類というのは結構優秀なものが多いんですよね。でまたじゃがいもをはじめとしてですね、芋類をね、このいい効果があるから今日からね取ろうというふうに考えたらですね、その多くの方がフライドポテトにしちゃおうかなみたいな方がいらっしゃると思うんですよ。そのさつまいもであってもね、揚げてしまってその食べてもね、まあ美味しいじゃないですか。だからそういった取り方をする方が多いと思うんですが、この油で揚げるという調理法はカロリーが上がりすぎて反対に太ってですね、不健康で綺麗でなくなってしまいますので、揚げる調理法は避けていただいた方がいいんですね。でまたさつまいもをですね、例えばその焼き芋にしてね食べた方が美味しいから、じゃあ焼き芋にしちゃおうかなみたいな方も多いと思うんですが、焼き芋もねこれは太ってしまうんですよ。この芋というのはね、その調理法が重要で、焼いたりだとか揚げたりっていうのはあんまりしない方がいいんですよね。ですのでこれらは避けたい調理法になります。で芋類をねその取るんであれば、お味噌汁などの汁物に入れていただくとか、あるいは蒸すとかのね、その蒸したじゃがいもとかふかし芋とかね、こういった調理法がおすすめですね。そしてむしろ痩せるし綺麗になる炭水化物の5つ目は野菜と果物です。で野菜と果物が炭水化物っていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ちゃんと炭水化物が含まれているんですね。で例えばですね、先ほど挙げた芋類もね、まあ、芋類とはいえど野菜に入りますので、まあ、これも野菜なんですが、その他にもですね、かぼちゃであるとかスイートコーンとかそら豆とかごぼうとかグリーンピースとか落花生なども野菜ですよね。でこれらの野菜には炭水化物が結構多いんですよ。でこれらはですね、食物繊維も同時に多く含まれていますので、まあ、これらもぜひ摂りたい炭水化物になります。じゃあね、その果物の方はどうかっていうと、果物をね太ってしまうと思って避けている方も多いかもしれませんが、果物も選び方次第で全く効果が違うんですね。で例えばスイカとかメロンとかね、まあ桃などの明らかに糖質の多いものは、これはさすがにね血糖値を上げてしまって太りやすいですので、まあ頻繁に摂るのはお勧めできないんですね。なんですがリンゴとかキウイとかイチゴとかブルーベリーなどのベリー類とかね、あるいは柿であるとかビワ、
パイナップル、みかん、バナナなどは食物繊維が豊富で糖質の吸収が穏やかになりますので、むしろ痩せるし綺麗になれる炭水化物だと言います。まあ、ただそれでもね、炭水化物の中ではその果物というのは糖質が少し多めですので、もしもその果物を取るんであれば、そのたくさん取りすぎないことが大切ですし、取る時間もね、その取るタイミングも食事前の30分前ぐらいに取っていただけると、血糖値をね少し上げることで食欲を抑えてくれますので、その食事をその後のね30分後の食事を取る摂取カロリーを落とすことができるんですよ。ですからむしろ痩せることができるということが研究の結果からも分かっているんですよね。ですからより安全に取るなら食前30分前に取っていただく方がいいと思います。ということで、むしろ痩せるし綺麗になる炭水化物を5つご紹介させていただきました。で、炭水化物は正しい摂り方をすればね、痩せるし綺麗になれる大切な栄養素なんですね。ぜひ今回ご紹介した食材を参考にしていただいてですね、正しい炭水化物で痩せて綺麗に、そして健康になりましょう。もし私の整体院とかサポート付きのファスティングにご興味ある方は、下の説明欄にホームページのリンクがありますので、そちらからホームページをご覧ください。で、次回以降もこのような健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いします。また今回の内容はブログの方にも書いてますので、まあ文章で読みたい方はね、下の説明欄からまたそちらもご覧になってください。今回の動画もご覧いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。